穴から出して悪い奴らに入れられたんです。ほうほう、市長さんは言いました。その靴から察するに、わしと同じ西の野菜とお見受けした。さぞかしお困りのことであろう、すぐにも助けてやりたいのだが、何分わしも市長のみ、なんやかんやいろいろあっての。そうだ、一つ歌を聴いておくれ。なんで歌うの？ I'm busy, busy, 忙しい。今日の予定がびっしりだ。 Busy, busy, ハードスケジュール、こうしちゃいられない。早く助けてよ。市長さんの歌が終わると、また別の足音が聞こえてきました。どいてどいて。お医者さんです。道の真ん中で立ち話なんかしないでよ。私急いでおりますの。わしも忙しいんじゃが、呼び止められてしまってな。西の町の市長としては一応耳を貸さんとな。あの、もしもし。あらま。とお医者さん。聞いてくださいな市長さん、今日は休館が3人、猫の手も借りたいくらい。立ち話が始まりました。市長さんも大変ですこと。二人はお互いのスケジュールの多さを話し始めました。そこで少年が、お話し中すいません、お忙しいとは思うんですけど、僕頭に血が上ってクラクラなんです。二人はしばらく考えた後、お互い顔を見合わせて微笑んだのです。 I'm busy, busy, 忙しい。今日も予定がびっしりだ。 Busy, busy, ハードスケジュール、こうしちゃいられない。全くビジビジ忙しい。働き蜂やアリよりもビジビジ忙しい。助けてる時間がない。どう？同じ町に住む者